ゲームス、ブンブンハロー YouTube、ヒカキンゲームスへようこそ。どうも皆さん。あ、すいません。なんか入るタイミングわかんねえよ、その挨拶。なんでヒカキンゲームス見てたらわかるでしょ。いや、わかるけど、どこでさすがにやめるんだろうっていう、その躊躇するタイミングを見計らってたの、こっちは。はい、今回は、ヒイラギさんと2人でやっていきます。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。今日はね、俺ゆっくりおばあさんと話したいことあるから。ヒイラギさんがトークテーマ持ってくるって珍しいっすね。そうなんですよ、今日はね、大事な話があるなと思って。え、なんですか、結婚とかですか、子供できました。結婚といえば、はい、何歳まで結婚したいですか。まあ、漠然と35っていうのが俺の中で一個、まあ、節目かなっていうので35って思ってます、うん、そうですよね。はい、え、何話すの。俺も35歳には結婚したいなと思ってるんですよ。はいはいはい。で、我々今年で31ですよ。あと4年しかないんだよ。はい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 。で、まあ、2年付き合ってじゃあ結婚するって考えたら、まあ、33歳ぐらいに恋人を作らないといけないじゃないですか。確かに、考えてもみなかった。つまりあと2年しかないんだよ、我々には。はい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 。その恋人を作るまでの2年間俺はちょっとオフパコしてえなって思って結婚相手は何、リスナーから探すの。うん、それはその時に本当に好みの人がいたらその人と結婚する。はいはいはい。俺はね、ただね、あの、セッ欲しいんすよ。ああ、結婚前にもう胸張って俺は遊びきったから。そう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 、もうそろそろ落ち着くぞって。俺 YouTuber という職権を乱用せずに結婚したらなんかもったいねえんじゃねえかっていう、あれね。そう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 。やっぱ、はいはいはい、切り札があるのに切り札使わなかったらもったいないじゃないですか。確かに。え、何、オフパコがしたいっていう相談ですか。そうっす。世も末ですね。この世の終わりみたいな。この世の終わりっすね。なんで俺はこれから先、33歳までの間に全力で遊ぼうと思ってるっていう話をしようと思って。で、はいはいはい、つきましては、はい、まあそうっすね、なんか、まあ、これ何、今から俺でね、オフパコに対する抱負を聞かされんの。そう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 、よく聞いてね。はい、これおぱしさんだけじゃなくてこの動画を見てる全員に宣誓すっから。俺宣誓すんの。選手宣誓すんの。選手宣誓する。スポーツマンシップにのっとってオフパコするの。私ヒイラギミユは残り数年間スポーツマンシップにのっとって正々堂々とオフパコすることを誓います。いや、そういう話じゃないんですよ。そういう話じゃなくて、そのガチ恋からあんまりね、 DM とかもあんま実際ね届くんだけど、そんななのね。普通に応援してますみたいな。ガチ恋なのに応援してますしか言わないの。それガチ恋じゃないじゃん。なんか超推し、ガチ恋推しですみたいなアピールしてる割には送ってくる DM が超清楚なのね。はい。なので考えたのよ、どうしたらいいんだろうって思って。で、俺らって最近あんま冒険してないこのご時世だから、まあね、自分の身を削って自分でこうネタをどんどん上げてないなと思い始めてて俺。はいはいはい。なんかこう身を削る何か、身を削って何かを体験してその体験談を語れるぐらいの冒険をしたいなと思い始めたんですよ俺。え、じゃあオフパコしたら何、ご報告して体験談話すの。そこまでは行くか行かないか分かんない。 Today's off Paco's points って点数つけんのマジで失礼。俺ね、マッチングアプリ始めようかなと思うんだけど。オフパコじゃねえじゃん。いや、違う、マッチングアプリで名前隠してやったらそれオフパコじゃないっすよ。だからヒイラギミユ31歳 YouTuber やりもくまんじって YouTuber ヒイラギミユとしてマッチングアプリをたしなむ。いいんじゃないですか。やってる人多いっすからね、裏で。そうなの。はい。いや、結構だから、YouTuber って同業者食いするやつ、ファンに手出すやつ、マッチングアプリ行くやつ、風俗どっぱまりしてるやつ、まあ、この4パターンのどれかじゃないですか。まあほとんどの YouTuber が多分ファンも行くし同業者も行くし風俗も行くようが多いと思うんですけど、まあ、そのいわゆる真面目な人、同業者とかファンとかに手出して仕事に支障出るの嫌だって人は風俗とマッチングアプリのハイブリッドっていう人も多いですよね。あー、なるほどね、うん、でも、35に結婚したいのに今から出会い系アプリでオフパコするんでしょ。そうだよ。
33で知り合った人、本当にそれ平木と結婚してくれる、受け入れてくれる、してくれる、してくれる、あ、受け入れてくれる予定があるんだ。あの、危なくなったら34歳とか、逆に言ったら35歳で半年付き合って結婚するからいいわ。なあ、なんとかする。俺ちなみにマッチングアプリこう見えてやったことないんですよ。あ、マジっすか。え、そうなんですよ。こんななんか性欲強い人みたいな扱いされてるんですけど、実はやったことないんですよ。まあ、理由としては単純にあのお金かかるのが嫌っていうのと、25とかである程度こんだけちょっとまあブイブイ言わしてればモテんじゃねみたいな、トーモン済んじゃったしってなってる時にはすでにオパシっていう名前と顔が売れちゃってたから怖くてできなかったんですよ、マッチングアプリは。あー、なるほど。大学時代もマッチングアプリやったことなくて、まあ今だからまあ言えるっすけど、学生の時はまあグリーとかモバゲーとかで仲良くなった女の子とエッとかっていうのもしたことはありますけど。アメーバピグで仲良くなった女の子とエッしたりとかあります？いや、アメーバピグはないですね、惜しくも。あー、よかった。惜しくもないですね。危ない。間違ってヒイラギミュー、ヒイラギミューの彼女にナッして寝とるところだった。一緒にゲーム実況を撮り始めて早数年。で、亀裂が生じるとこだったら。マニアックなヒイラギミューキッズしか知らないけど、ヒイラギさんは昔付き合っていた、結婚を意識していた彼女を、アメーバピグで知り合った男に寝取られるという大事故がありましたね。あれさ、ネットで会った女の子と会うときってさ、一番興奮すんのってさ、待ち合わせの場所に向かうときじゃない？確かにそう。みんなさ、基本的にさ、SNS とかで上げてる画像ってさ、私の人生オブザイヤーみたいな漏れてるさ、ほぼ別人の画像じゃないですか。はい。でもみんなやっぱ心はさ、男の子キッズだからさ、もうめちゃめちゃワクワクしてさ、その画像の子が来るはずって期待していくじゃん。で、たまに生で見た方が可愛い子いるじゃん。あー、いる。そう、あれがあるからね、やっぱ楽しいよね、ああいうのね。もう10年前の話とかになっちゃうけど、俺あれですよ、待ち合わせしてる時の喫煙所でタバコ吸ってる時が一番やばいっす。普通はこうみたいな感じで吸ってんだけど、その時はもう過去形になってんじゃん。いやー、いいっすね。だからもう結婚まで時間がないの、はい、俺には残された時間がないから、まあ、うん、マッチングアプリを始めると。え、それを公表する理由っていうのは何すか？何のために公表する必要があるの、それを。なんかさ、仮にさ、俺これ黙ってさ、マッチングアプリやったとしてさ、はい、ヒイラギミュウいたんだけどってなったらさ、嫌じゃん。え、その時は、おい、俺の画像勝手に使うなよっていうのが業界人のテンプレじゃん。それはダサいし、どっかでマッチングアプリで会えたとかって漏れても嫌だから、もう最初にバレてもいいように言っとこうと思って。あー、なるほどね。それで、はい、ヒイラギさんとわざとマッチングしてさ、え、どの辺住んでるんですか、はい、とかって女の子に聞かれて、あっちはだからヒイラギミュウって気づいてないふりして来られて、個人情報抜かれちゃう可能性ない？個人情報教えないんで。あ、じゃあもう野良の可愛い子からもしマッチングして、はい、え、すごい素敵ですねとか来ても、はい、俺の芸名知らねえならおめえなんか抱かねえぞっていうこと。はい、そうっす。あ、もうなるほどね。じゃあ完全にヒイラギミューって分かってる人オンリーでしか相手しないっていう。そうっす。それは確かにある意味半分オフパコだな。そうでしょ。俺一つまあ心配点があるとしたら、事務所に怒られねえかだけです。あ、事務所は大丈夫だと思いますよ。ごめん、大丈夫だと思いますよって俺が今言って ごめん、あの太田さん、高橋さん、ごめん。大丈夫だと思いますよ。あ、でも一応そのスタジオクーとしては、あの、はい、ヒイラギミュウっていう名義で何か SNS でアカウントを作るときは事務所に報告するって義務ありますけど、大丈夫ですか？あの、契約書に多分書いてあると思うんですけど、太田さんに Tinder 始めましたって報告します。アカウントはこちらですってマネージャーに共有すんの？マネージャーに共有します、ね、あ、それはもう許される気がするわ。多分病気とかに気をつけてくださいねって帰ってくる。小屋の裏に泊まってます。いますね。うわー、泊まってくれた、ごめん。 CSLR4 だ。うん、待って、別地、出たー。この岩だったら敵の車線切れてるんでいけるか。あ、でもおパスさんなんかアンチに飲まれてるのか。あ、そうなん。ここアンチ街なんだ。うわーうわー、ジャンプ打ちだな、多分。マジか。まあ千里の道も一歩からって出たんで、やっぱオフパコの道も一歩からだと思うんですよね、僕。、うん、あの、俺の画面には神を超えるときって出てます。なるほど。神を超えるとき、オフパコの道は開かれる。人の夢は終わらねえ。え、グリッチじゃないですか、それ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ、日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない。ヘッショ食らわない裏技。さあ、行くぞ。
奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。